14世紀のワダード記法による石碑、ソマリ語の文字には多くの表記法が用いられた。この中で最も広く使用されるソマリ語ラテン文字は最高革命表記会によって正式な表記法として1972年10月に採用され全国的な識字率運動を通して広まった。20世紀以前はアラビア文字がソマリ語の表記に使用され多くの文学や 行政上の資料がある。多くのソマリ人のスルタンが記録を残すために使用した主要な文字だった。20世紀に考案された表記法には、オスマニア文字、ボラマ文字、カッタレ文字がある。ソマリゴラテン文字が併記されているミネアポリスのリサイクルについての標識。ソマリゴラテン文字、またはソマリゴアルファベットは、ソマリアの言語学者シャイア・ジャマー・アフメドによって、 ソマリ語のために考案され、P、V、Z を除く英語アルファベットのすべての文字を使用し、21のシインと語の母音がある。ダイアクリティカルマークや他の特殊な符号は、正門破裂音を表すアポストロフィーを除いて、使用しないが、古刀には現れない。加えて、DH、KH、SH の3つの二重音字がある。成長、前絶母音と後下母音の区別は表記されない。 大文字は、文の始まりと固有名詞で使用される。多くの表記法を統一し、標準化するための試みが1920年代以降行われ、ソマリ語の筆記に使用する表記法についての議論が1960年から9年の間行われた。12人の言語学者が表記法の考案を命じられ、最終的に、シャイアジャマアフメドの考案したソマリ語ラテン文字が採用され、 彼は自ら表記法の小冊子や練習場 AF、スモリーを発行した。彼は多くの人々がアラビア文字の使用に賛成したとしても、ラテン文字を使用する方が単純で、ソマリ語のすべての音に対応しており、すでに普及しているタイプライターなどの機械が使用でき、実用的であると主張した。新しい標準語を解説した小冊子は1972年10月10日に、 モガディッシュのサッカースタジアムで公開された。イタリア人やイギリス人の来る前には、ソマリ人や宗教からはアラビア語で記すか、ソマリ語をアラビア文字で音訳していた。校舎は、ワダード記法と呼ばれ、32文字からなり、10文字は母音、22文字は子音を表す。ボグーミル・アンドレイ・ヨゼフスキーによれば、知識人は、天礼アラビア語で記すことを好み。 その使用は、ソマリ人の聖職者や、その関係者に限定された。それにもかかわらず、多くの歴史的な写本があり、主にイスラムの詩、物語、映像からなる。これらの中には、シークウェイズやシークイスマシャルホラによる詩も含まれる。ソマリ語の現存する歴史的な文献は主にアラビア語の文書の翻訳からなる。オスマニア文字は最も普及したソマリ語独自の文字。 オスマニア文字、または、ソマリ文字は、ソマリ語を筆記するために考案された文字。1920年から1922年の間に、ホビオスルターン国のスルターンである、ユースフ・フアリー・ケーナ・ディートの息子で、マジルテーン族のイスマーン・ユース・フ・ケーナ・ディートによって、音声学的に洗練された文字として、ソマリ語の聖書法を確立する運動で考案された。 ボラマ文字は1933年頃にガダブール氏族のアブドゥラマンシークノールによって考案された。オスマニア文字ほどは知られなかったが主にカスイーダからなる著名な文学作品を生み出した。非常に正確な音声表記法であり、ボラマ文字は彼と生まれ故郷であるボラマの関係者により使用された。カタレ文字は1952年に アブガール族のフセインシーク・アーメド・キャデールによって考案された。音声学的に堅固な表記法であり、評価した専門委員会は、ソマリ語の筆記のための正確な聖書法だと一致した。いくつかのカッタレ文字は、オスマニア文字のほか、ブラフミー文字に類似している。ありがとうございます。